お姉じゃん、俺がやるとただの。先輩が殺された？誰がこんなこと。みひろを拉致した犯人に見つかったの？ガサガサ、まあそれしかないでしょう。さすがにクマにやられたは無理があるしな。はっ、まあ、可能性なくはないけど、今の物音、近くに誰かいる。森の中に犯人が隠れてる。犯人とは限らないと思うけど、まあ、確かに犯人の可能性は高いか。余計なことをするな。お前も殺してやる。隠す気がないね。逃げなきゃ。アキは廃墟を目指して走り出した。キャー！もう叫ばないで。え？あ、三広支店ってことね。何今の悲鳴？アキの声に似てる。え、待って。え、木崎先輩が殺された時は悲鳴あげなかったの？うん、そんなわけない。え、だってみひろ聞いてるはずだよね。アキがこんなところにいるわけないもん。でもそれなら誰が。たったった、え、誰かが走ってる。いや、たったったはサザエさんの効果音なんだけどね、その足音は。足音がだんだん近づいて。みひろどこ？え？入ってきたのここ。え、秋だよね多分。違うか。いるんでしょ多分。秋だわ、やっぱり秋だ。私が投稿した小説を読んで助けに来てくれたんだ。あー、やっぱ SOS を送ってたんだよね、あの小説内で。みひろは鍵のかかったドアを内側から叩いた。ここだよ。この部屋に閉じ込められてるの。助けて。近づいてくる足音が止まった。え、まずくね。ドアの向こうから秋の声が聞こえてくる。よかった。え、これ絶対やばいって。もう青鬼だったら罪だよ。みひろは無事だったんだね。アキ、ありがとう。まだ安心しないで。え？今、犯人に追われてるの。そうだよね。どういうこと？ミヒロ、ちょっと察し悪いミヒロ。わかるように説明して。なんとなくわからない？そんな時間はないの。でしょうね。森の中で木崎先輩が殺された。嘘、やっぱさ、木崎先輩が殺された時さ、みひろ叫び声聞こえてないよね。なんで叫ばなかったの。犯人は森の中に隠れてて姿は見えなかったけど。お前も殺してやるって声が。そいつが赤猫。でもみひろさ、仲良くしてたよね。ちょっとなんかカップルみたいにしてたよね。ああやれって命じられたのかな、もしかして。ああ演じろって。私を誘拐した犯人だろうね。あいつが追いかけてきたらきっと私は殺される。喋ってる暇じゃないと思うんだけど。だとするとどうするの。さっき警察に通報したの。もうじき刑事さんたちが来てくれるはず。待って、刑事さんが犯人じゃないよね、赤猫って。それまで逃げ続けるしかない。
警察官の中にいるとかないよね。そんなの無茶だよ。アキは走るの速くないじゃん。急にディスるな。無茶でもやるしかないの。廃墟の中に隠れる場所があるといいけど、ミヒロもなんとか生き延びて、いや閉じ込められてる人に言うセリフじゃねえ。じゃあ行くね。タッ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 タ、絶対逃げ切ってね。一緒に生きて帰ろうね。 NS ロビー編のロビーみたい。ごめん、ロビーみたいって言っちゃった。ロビーみたい、このセリフ。ああどうしよう。あ違う、ルフィだった。ごめん、ルフィだったわ。ルフィが言ったセリフ。一緒に、うん、もういいやこの話。急展開すぎてわけわかんないよ。木崎先輩が殺されて、秋まで襲われて、どうしてこんなことに。来た、ついに私が来た。オールマイト、最悪だよもう、台無し。赤猫、いつの間に。あなたのおかげは？私のせいだっていうの？ふざけないで、人殺し。でもなんでミヒロに目をつけたんだろう。どうして木崎先輩を殺したの？あんたがストーカーしてたのは私でしょ。あいつを殺す、聞こえてませんね。やめて。秋に何かあったら絶対に許さないから。嫉妬してんのかな、この赤猫は。あなたはもういい。え？ガチャ。え、開いたの？ドアが開いた？待ち伏せ殺しじゃないこれ。外には誰もいない。え、マジで？どうなってるの？赤猫はどこに？そうだ、アキを殺しに行ったんだ。止めなくちゃ。これずっと一人で喋ってるんでしょ？すごいメンタルだね。ミヒロはアキを助けるため部屋を飛び出して、なんか映ってる。え、これ人？え、映ってるの？奥ぼやけてて見ねえ。ぼやけてどこ噛んでんの？ぼやけてて見えにくいけど、アキはどこにいるんだろう。コツコツコツ、足音、あっちから聞こえた。秋のローファーの音、それとも赤猫の。赤猫も同じもの持ってんの？とにかく行ってみよう。ズボ、何の音？ちょっと下ネタに見えちゃうな。キャッ！床に穴が。ボロボロだからか。なんか踏んじゃった。猫踏んじゃった。猫踏んじゃった。猫踏んじゃ。戻りましょう。穴の中に何か。綺麗に残ってるなぁ。嘘。これ、人の。カリブの海賊でしか見たことない。おい。キャー！
おいおい落ち着け。警察官？君を助けに来たんだ。あ、警察の人？よかった、来てくれたんだ。怪我はないか？え？何も発見せずにここまで来たの？ちょっと足が今穴にはまっちゃって。穴って、うわ、え？これは人骨じゃないか。しかも一つじゃない。待って、その穴にはまった人の末路がそれじゃないの？きっとこの人たちもあいつに殺されたんだ。そこが最後の狩る場所なんじゃないの？君を拉致した犯人のことか？はい。そいつはどこにいる？そうだ、大変なんです。私の友達が犯人に追われてて。君の友達？警察署に来た子か？多分そうです。アキを助けてください。あんま大声出さない方がいいと思うけどね、バレちゃうから。彼女はどこだ？あっちで足音が。え、待って、この警察官なんか怪しく見えちゃう。だっておかしくない？しかも一人で来たの？そうか、わかった。君は友達に呼びかけてくれ。警察が来たから安心していいと。え？は、はい。オッケー、こっちもクタクだよ。クロとなよ。警察が来てくれたの。もう逃げなくて大丈夫だよ。コツコツコツ。この足音が彼女か？足音じゃ人を判別できん。わからないけど多分。いや、そんなさ、そんな足音覚えてる人いる？みひろ。あ、でもそうか、女の子2人しか来てないから確かにね。ローファーの音は確かにそうだわ。あー、ごめん、変なチャチャ入れたわ。ソーリーソーリー。アキ、よかった。この警察官怪しいよね。ありがとう、助かったよ。アキが通報してくれたおかげ、これで無事に帰れるね。そうだね。でも木崎先輩は、え、そうだ、許せない。おまわりさん、犯人を捕まえてください。怪しいよね、やっぱ。こんな無言になることないもん。無視だもん。あの女はまだこの近くにいるはずです。え、ちょっと待って、あの女って誰のこと？あれ、確かに。え、待って、男か女か明かされた？何言ってんの？私を拉致した犯人だよ。木崎先輩を殺したのもあの女でしょ？違う、女じゃない。え？待ってくれ、これ警察官じゃないの？私が森の中で聞いた声は男性の声だった。うわー、やられてるね。これはもうやられてるわ。次をもう気になる。男の声？うん、間違いない、男性の声で。お前も殺してやるって脅されたの？
違うよ、そんなわけない。まあ、俺が推察するに、一つ目は木崎先輩、あれフェイクでやったってパターンね。なぜなら叫び声が聞こえないのもおかしいし、で二つ目がこの警察官、多分ね二つ目が一番濃いと思う。赤猫は女だよ。私はずっと声を聞いてた。声を変えれるってこと？じゃああれは男の声じゃない。でも確かに低い男の声だったけど、なんだ気づいてなかったのか。え？お前とは警察署で話したから、後をつけてきたのがバレてると思ったよ。自分から言うタイプだ。ゴン！え！今一瞬で出産したな。警察が突然殴りかかり、アキは地面に倒れた。アキ！しっかりして！気絶しただけだ。この子は頭が良さそうだ。まあ、ミヒロよりは確かに察しはいいよ。俺はこういう子がタイプなんだ。デザート最後に取っておこう。何言ってるの？そんなのモテないよ。そんな男の人はモテない。お前はバカっぽいな。先に殺してやるよ。腹を切り裂いて中身を見てみようか。どうして？なんで私たちを？俺の趣味に首を突っ込むからだ。どういうこと？このクソガキが。俺がここでしたことを知ってるんだろ。そこで死んでる女たちに俺が何をしたか。ん？え、殺しただけじゃないの？で、殺しただけっていうのもおかしいけどね。じゃあこの人たちを殺したのは？お前が余計なことをしなければ誰にも知られずに済んだんだ。なるほどね。じゃあ、あのさ、都市伝説は本当のことで、それがバレたと思って多分みひろに連絡したんだろう。そういうことだよね多分。何が赤いスマホの女だ。ネットに俺の手口を書き込みやがって。あ、そっちか。え、その大元を投稿したのは誰よ。たまたまってことないよね。違う。なんだ、偶然だっていうのか。なわけねえだろ。廃墟に迷い込んだ女を捕まえて腹を切り裂いて殺すところまで書いてある。どうやって知ったんだ。そんなことは知りとうない。そんなこと知りとうやつはいない。まさかここに隠れて見てたのか。私はただネットの都市伝説を参考に。ああそうだ、都市伝説として書き込まれてるうちはまだよかった。誰も興味を持てなかったからな。それで今度はチャット小説だ。なるべくその話を有名にしたくなかったのが。なるほどね、それが大ヒットしちゃ。はあ、まあどっちにしろクズだねこいつは、この警察官は。よかったな、ヒロミョン先生。もうヒロミョンって言わないで、言いにくいから。お前の作品は大人気だ。大勢の読者が興味を持ってた。それを知って思ったんだよ。
こいつは殺すしかないってな。それで通っている高校まで突き止めた。じゃあ赤猫の正体は。なんで赤猫でも。俺に決まってるだろ、お前を殺すために。ファンのふりをして近づいたんだよ。そもそもミヒロには興味なかったんだね。もう隠蔽工作のためにまた罪を重ねようとしたのすごいね。嘘、何それ、意味わかんない。じゃあ私を拉致したあの女は、女装ってこと、誰なの。知るかそんなもん。え、どういうこと。え、犯人か誰かなんてどうでもいいが、はもう一人いるってこと。俺にとってはラッキーだった。どっかのバカがお前を拉致してくれたおかげで全ての罪をなすりつけられる。どういうこと。アッキーなの。待って、アッキーのわけないよね多分。森の中で殺した男とお前ら二人、三人殺した罪で犯人は死刑になるだろう。邪魔者はみんな死ぬってことだ。え、犯人は？え？だから殺されてなかったの？いや、やめて。悪いがもう時間がないんだ。警察の応援が来る前に片付けないとな。いや！諦めろ。抵抗しなけりゃすぐ殺してやる。誰か助けて。誰も来ねえよ。カツン。第三勢力来た。いつもこれ置いてくね。なんだ、スマホが落ちたのか。おいお前、まさか今の話を録音してたんじゃ。警察官は地面に落ちた赤いスマホ拾い上げた。ずいぶん古い機種だな。 iPhone 初期型とか。ん？このスマホどこかで見たよな。拾った。あの声はYouTuberの検証企画みたいだね。やってること。誰かいるのか。この赤いスマホを落としたら誰か拾うのか実験ね。出てこい。私のスマホ。あいつが拾った。おい、どこにいる。これであいつは私のもの。あいつを殺せる。赤いスマホを持った人を殺すのか。でもなんでミヒロは殺されなかったの。私を殺したあいつを。あいつを殺す。あの女が言ってたあいつって、アキのことじゃなくて。うわー、え、これ多分この警察官に殺された霊みたいのが出てきたってことかな。死ねえ死ねえ。やめ、お前の腹も裂いてやる。ガー死ねえ。うぐよだ、助けて。死ねえ。数時間後、病院？ここは？あれ起きちゃった？
もう夜だから朝まで寝てていいよ。私たち生きてるの？うん、もう大丈夫。どうなったの？犯人は誰？木崎先輩を殺したのはあの警察官だった。ちょっと、あいつは猟奇殺人犯だったの。前にもあの廃墟で女性を何人も殺してた。それがバレそうになったから私たちをみんな殺そうとしたの。じゃあ三尋を拉致したのもあの警察官だったの？うん、それは違う。じゃあ誰？それは言っても信じないと思う。アキって幽霊とか信じないでしょ。幽霊？私を拉致した犯人はね、あの廃墟で殺された女性の幽霊だったんだよ。確定ではなくない？いいの、そんな確定みたいな言い方して。自分を殺した警察官に復讐するために私をあの廃墟に連れてきたんじゃないかな。餌としてってことね。どうしてミヒロがチャット小説の続きを書かせるため。私があれを書き続ければそれを止めようとして警察官が近づいてくるでしょ。賢。幽霊はそれを狙ったんだよ。ミヒロを餌にして真犯人を釣ろうとしたってこと？私はそうだと思うよ。この目で見たからね。さっき話した刑事さんは信じてくれなかったけど、警察官はどうなったの？幽霊に殺された。あ、もう死んだんだ。さすがにそこは見てないけど。あ、見てないんだね。すごいグロい死に方だったって。え？なんか嬉しそうだね。誰から聞いたのそれ？あんなにひどい目にあったのに。そうだね、いろいろムカつくこともあったけど、あの笑顔を見たらどうでもよくなっちゃった。笑顔？最後に幽霊が笑ったの。泣きながら笑って高いところへ消えていったの。フランダースの犬だ。うわ、よかった。いい作品、面白かったわ。楽しませてもらいました。